ですか？これ？クモン？クモン、そう、そうで、私が知ってるのは神棚の上に物を置いちゃいけないから、このクモっていう文字を置くと、うん、神様の上は天っていう意味で雲を置くっていうのしかわかんないんだよな。詳しいこと聞いてみる、うんうん、マイスター来てください。はい。ベストアンサーです。あ、本当ですか？ベストアンサーです。ここね、雲って書いてあるけど、うん、まあ、雲は空の上にありますよね、うん、でちょっとね、これが神棚なんですけど、波形で書いてあるんですけど、うん、まあこれ実は雲形っていうんですよ。へー、あるいは天板って言って、うん、雲の板、天の板って言って、うん、こっからがもう神様の世界ですよ、天上の世界ですよっていう意味で、これを使ってるんですね。1階、2階に置いたり、例えばマンションで、はい、上にも人が住んでらっしゃるとか、うん、まあそういう時にはこういう、雲の字を書いたり、天の字を書いたり、うん、あるいは神棚のですね、この雲板っていうものを使って神棚の世界、神様の世界っていうのをね、表現してるんですよね。そうなんだ。はい、マイスターありがとうございます。はい。